地域活性化をするのに一番スポーツって大事だと思うんですよね。これはもう気軽に手に取ってもらえるスポーツ書を作ろうと思って始めました。アルプスピアホームプレゼンツ、町の翼、信州きらり人。この番組はアルプスピアホームがお届けします。長野のスポーツをもっと盛り上げたい、会場に足を運んで応援してほしい、この思いがスポーツ雑誌をスタートさせるきっかけでした。このスポカラを見てちょっと行ってみようかっていう風になるような雑誌にしたいと思ってずっと続けてますね。鶴見ゆかりさん、去年スポーツを応援するフリーマガジンスポーカラーを創刊しました。鶴見さんのこだわりの一つ、それは大勢の人に読んでもらうため無料にすること。フリーじゃないと気軽に手に取っていただけないので、そこはもう絶対フリーマガジンって決めてました。編集の仕事を始めたのは5年前、そして独立。立ち上げ当初は苦労の連続だったといいます。ほぼ毎日辞めたいって、とんでもないことを始めてしまったって思ってましたね。その転機が松本山雅。スポーツの力が人を集めるといいます。こう1万人近くのサポーターの方たちがいて一生懸命応援していて、それを見た時にジーンとくるものがあって、自分のやってることは絶対間違ってないって、みんなで作っているスポカラっていう形にできていったら、それはもう本当に理想だなと。鶴見さんのスポカラは今日も街に人の輪を広げています。この番組はアルプスピアホームがお送りしました。